NHK は地上デジタル音声放送実用化試験局において日本放送協会が制作していたチャンネルの名称。愛称は NHK デジタルラジオ NHKDR。地上デジタル音声放送は2009年6月の時点においてはデジタルラジオ推進協会が免許人運営者となり NHK も構成者の一社としてチャンネルを持ち。 実用化試験放送を行っていた。放送時間は11時 -2100。番組の大半は独自制作だが、ラジオ第一ラジオ第二 f m 放送、ワンセグニと共用していた番組もある。実用化試験放送は2011年3月31日で完全に終了したものの、これまで放送された独自番組の一部は、ラジオ第一 FM で再放送扱いで放送されている。また国際放送の NHK ワールドラジオ日本ではほとんどの時間帯でラジオ第一の番組を再丸放送しているがその番組が国会中継やスポーツ中継などのために休止となった再差し替え番組穴埋め番組として過去に放送された本チャンネルの番組が FM 放送の番組とともに再ル放送 実際放送されることがある。2011年の東日本大震災の特設ニュースの特別編成の時は関連ニュースを放送する都合上、そのまま選抜高校野球中継を放送したが、東京都知事選挙の政権放送が行われる時のみ、デジタルラジオ番組の差し替え放送を行っていた。地上デジタル音声放送に対応した専用受信機。 もしくは地上デジタル音声放送の受信機能を搭載したワンセグチューナー、携帯電話で聞くことができた。多言語番組、メインチャンネルでは日本語で、サブチャンネル1では英語、サブチャンネル2では中国語、サブチャンネル3では韓国語で放送している。NHK は以前、1996年4月から2007年3月まで FM 放送で文字多重放送を行い、 ビックスについてもそのチャンネルを利用していたが、文字多重放送については、結局三大都市圏より、エリアが広がることなく終了した。しかし、コンテンツや技術については、そこから引き継がれたというものも、少なくない。AM ステレオ放送を導入しなかったのと同様、全国で同じ放送サービスを提供する義務を負っているという、NHK の宿命上、 ある程度効率を求められるのも仕方がないのである。デジタル音声放送が2009年6月の時点においても、まだ大都市圏における実用化試験の段階にとどまっているのも、各参加放送事業者が事業化した際に採算が取れるのかどうかという見通しを諸事情により立てられないからだと見られている。背景には、テレビジョン放送の完全デジタル化を待たなければ、 実施するための周波数を確保できないという現実がある。ありがとうございます。